ジャングルポケットの斉藤慎二さんって逮捕されますか？いや、これからは逮捕されへんやろ。現段階ですでに書類送検されてるってことは、基本的にはこれから逮捕されることはない。もし逮捕されるのであれば、書類送検の前に逮捕されて身柄が送検される。そういう手続きになるのが一般的。この場合って不同意わいせつ罪とかが問題になるんですよね。メディアの報道によると、罪名はね、不同意わいせつとか不同意性交っていうことになってるけど、ただやれ、斉藤さんの奥さんがインスタグラムを更新してて、これ一部事実と違う報道がされている、一方的な行為ではなかったことを伝えている状況って発信してるから、真相は闇の中。じゃあ今後ってどうなんですか？刑事手続きってのは最終的には証拠が全てやから。例えば今回のケースやったら、ロケバスのドライブレコーダーがどうだったのかとか、バスの中は密室だったとしてもね、バスを出入りした際の状況とか、それを目撃してた人の証言とか、どれだけ証拠に基づいて裏付けられるかっていうところがすごく重要になってくる。なるほど。そうやね。だからね、こういうロケバスのようなね、密室の中の性犯罪っていうのは、仮に被害届が出てたとして、今回みたいに書類送検されたっていう報道が出たとしても、それだけで 100% 有罪っていうわけではなくて、冤罪の可能性もゼロではない。だから慎重に見ていく必要があると思う。冤罪の可能性ですか？書類送検もされてるんですよ。まあ、書類送検されたか否かと、実際に犯罪があったか否かっていうのは一切関係ないからね。刑事事件の手続き的には、被害者が被害届を提出して、それが受理された以上は、警察としては事件っていうのはもう基本的に全部検察官に書類を送ることが書類送検っていうだけで、別にこれが有罪を表す強い事実になるわけじゃない。なるほど。でもあれやで、冤罪の可能性がゼロじゃないからといって、じゃあ女性が嘘ついてるかって言うと、全然そんなわけでもなくて、女性は女性で被害に遭ったっていうことで被害届提出してる可能性、もちろんそっちの方が高いんやろうし、警察が受理したっていう以上は、何かそういういかがわしい行為があったっていうのはおそらく間違いなくて、あとはその同意不同意っていう、すごくねデリケートな部分やから、あんまり騒ぎ立てずにね、今後刑事手続きがどうなっていくのかっていうのを見ていく必要があるのかな。これ仮に有罪になった場合って、どんな罪なんですか？今回不同意性交罪でも送検されてるわけやから、これ仮に起訴されて有罪になったら、むちゃくちゃ重たいよ。あ、そうなんですか。5年以上刑事施設に入らないといけないって、そういう刑罰に処されることになるからね。5年以上ですか？そう、法律が改正されて厳しくなって。